IWG ボランティアの森谷さんです。あ、じゃあ今日は個人で来てます。ありがとうございます。頑張ってください。いいマイクを提供してくださって。マイクのチェックです。聞こえますか、はい、マイクチェックしてます。今日は新兵器つけてますんで音声がクリアに取れるんじゃないかと思います。です。はい、ボステックスです。です。はい、すっごいですこれ、はい、音声誰か知らせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。何のためにやってんのかっていうのがはっきり見えたね。食べないんだきついから。寝たりとか大丈夫？寝るのとかは全然大丈夫？なんとか寝てます。体力使ってるみたいで。ゴロゴロしてるだけなんで。そうだね。あいつら困ってくる。2人は同い年しようかなって、はい、でも私は11時から。あ、10時に10時か。あ、やるのはね、12時半からですけど、それまでになんかちょっと準備。ミサオさんって、そうなの、姉妹と言ってたの、レッドウルフですよね。めっちゃかっこいい。そう、でも反対にして、昨日もらったやつ反対にして。かわいいよね。かわいいです。家に庭が超広い庭が、まあ、ちょっと表裏逆にしちゃったみたいな。なんか唯一のやつ来たら、家具がこっちじゃなくてこっち。そうか。ちょっと前っぽい。前っぽいよね。これをあえて後ろに切るのがおしゃれなデザイン。なるほど。お失敗しました。完璧に今涼しいので上着てます。やっぱり寒い。ちょっと明日からなんか雨が降るとか降らないとかって、なんかそういう噂が噂があるから、なんかそれがすごい心配なんだよね。どうしたらいいですかね。なんかなんかタープとかやっちゃダメって言うと。そうなんですよ、ダメって言われちゃって。置いてるだけで気持ち。どうしたらいいのかなっていうです。一人で考えたんだけど、タープダメでもブルーシートはいいのかなって、なんかいろいろ考えて。どうなのかなって。これはいいやな。あれはね、経産省の敷地内だから、警察の人も。で、経産省の人もなんか黙認みたいな。しちゃってる。こっちは経産省の管轄外だから、あの警察が来ちゃう。微妙だね。みんなのもんじゃね。何のもんじゃないじゃん。こないだいただいたチェンジ T シャツ。難しい。ここら辺は元のやつなんですけど、発信する子供たちっていう、中学生からずっともう本当私たち、私なんかずっと前から上関の人たちとか発信し続けてたシオンちゃんっていう子たち。で、これはシオンちゃんのデザインなんですけど。その元の T シャツにみんながメッセージとか絵を描いてくれて、こんな素晴らしいものに。しっかりグリップアート。グリップアート。すごいこれ綺麗。特にこの袖の肩あたり。やばいよね。これすごい。ありがとうございます。どうですか皆さん、この美しさ。
世界で一つだもんね。ね、本当にこんなん描けない。このセンス欲しいわ。さあ誰がもらうのかっていう問題が、誰がもらうかまだ決まってない。はい、多分女の子たちはこの黒い T シャツバージョンで、元のをもらってるから、まあ誰か他の人かな。着るのもったいない。うん、洗えないよね。多分クレヨンとか使ってあるから。額に入れて飾っとかないと。ああ、確かに。飾りたい。飾りたいね、これ。ビューティフォー。なんかうまかった。ほとんどさ、朝晩自分で切って、昼飯をどっかで行って。おはようございます。オーストラリアの唯一の僕がここは美味しいと思って食ったのはシシアのチップしかなかった。シシアのチップ。え、マジで？マジで？なんでシシアのチップ？え、うまいけどなんかありそうですね。他にないんだ。いや、なんもないよ。ここで食べ物の話してるってシュールだね。食べ物話します。そうですね。でもなんかガリガリ君食べたいとかなんか言ってたのがさ、すごいし。あの、季節が去るかが食べ物の話はタブーではないようです。ケミカルな。みんな食べ物の話ばっかりしてます。夢の中で食べ物を食べてるところが出てくるわけ。夢の中で食べ物の夢とか見たりする。昨日の夢とか、え、今ですか。今ですか、ね、その半年の間。半年の間、うん、なんかね、一回見たような気がするんだけど、うん、なんか忘れてしまいました。やっぱ見たんだ。夢なんか見る余裕もないし。でもそこまであの体力消耗してないんですけど、うん、まだ余裕だね。まだ大丈夫、本当。えい、えい、ハロー、イブキ。アメリカから帰ってきた。アメリカガイドです。How was your sleep? 帰ってきたばっかり。日本語喋ってるじゃん。あー、痛かったわ。マジで？あんま待ってろ。やったでしょ。あ、行きます。うん。頑張ってね。ちょっと僕がリクエスト行くんで。あ、ありがとうございます。山田の体制。ガリガリ。みんなの声も届けてくれ。ありがとうございます。体重とか測ってる？あ、すみません、ありがとうございます。僕はそんな減ってなくて、6キロぐらい減って。でも6キロ減ったんだ。でも、たぶん金ちゃんとかもっと減ってる。3日目で6キロ減ったから。絶対行ってよ。あれ、なりますわ。あれで最後に来るかもしれない。おかしい。フェイスブックに活躍したら、なりますくんからコメントあってさ。そうなんだ。やっぱネット上の方がいい。ニューヨークで一番印象的だったことは？褒められたことかな。褒められた？空港で、あ、お店の人じゃん。で、パスポートは。飛行機でノースカロライナに移動したのよ。その時に国際学生証を見たら他のないって言われて、次に国際免許見たの、それからパスポートないのって言われて、そこまで言われたのがちょっと新しいに言っといてくださいっていう謎のコメント。デトロイトで乗り換えでニューヨーク行ったんだけど、デトロイトだとそのパスポートがこれお前じゃないでしょって言われて、それ3年前の写真なんですよ。4年前の写真で、髪の毛全然長くなかったから止められちゃって大変だった。怖かった。ひどいような。向こう警察怖くない？いや、怖かんない。あんま警察いるとこいなかった。反発運動をずっとやってる団体があって、めちゃくちゃ真似があって、え、ちょっと厳しい気に出来ました。見た、なんかね、グランドゼロちゃんと行ったんだけど、すげえ雰囲気がね、静かって。でグランドゼロ本当に通行止めになって規制されちゃって、なんか入れなかったんだけど、
ましょう、一緒に。あっこまだボロボロ。いや、なんかもう、すげえビル建って。ビル建ってっていうか、もう半分ぐらいまで行ってるぐらいに。まだビル建ってる。また同じようなビル建ててるよ。バカや。結局、また、あとちょっと、明日からちょっと。なんか、下の方にもなんかあったよみたいな。なんか、水溜まり作ってるみたいね。911の次の日ぐらいから予約制で公開し始めたらしいんだよ。行きたかったけど、1週間もう満帆ですので予約制なんだ。何人ぐらいって俺最初の方、ほんの最初でしか行ってなかったから、あの見てないけど、多分結構行ったと思うよ。ああ、はいはい。心臓はどうなの？心臓。あ、そうですか。何もない。東大前の、僕もあの田端の友達が東大前の、たくさんと。え、それってやっぱタブーな感じですか？何か知らない人がした。だから英語できないから話せないでしょ。マジもったいねーよ。具体的に買い物したぐらい。マジで？買い物して写真を適当に撮って、マハッタの下半分全部歩き通して。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。暑くなってきました。代々木公園って近い。代々木公園は本当に近い。でもちょっとかかるんじゃない？
校始まってんじゃないの？休学してるから。休学したの？やっぱその、なんで国の本拠地が働くみたいな、なんかいろいろ交渉だったりとか始まってたんだけど、どのくらい休学するじゃん。来年の2月から行ける、ちゃんと。もしかしたらバイクで走りながら撮るとかあるかもしれない。イタリアどうだったの？良かった。何が良かったの？もう全てが良かった。こんだけあるとどれの国かわからない。ずっとみんなは同じ人で、よく声が出るから。これは何の、でもどこの公園から？明治公園から。明治公園です。どうも。いつからやってるんでしたっけ？大阪から来たんですけどね、もうあの今朝高速バスで着いて、で、まあ、今夜あの入っちゃうんですけど、はい、あのその明治公園のやつに来ようと思って。はい、じゃあそのデモの前に立ち寄ってくださったということですか？はい、そうですね、あのちょっとあのあちこち回ろうと思って、そやそやハンガーストライキやってる人おったら思って。 ありがとうございます。あの彼は昨日から参加してる玄丹という人なんですけど、大阪です。あ、大阪ですか。あ、そうなんですか。そこでね、すごいね、デモで東京まで。すごいですね。なんかね、でも関西ってあんまりなんか、この、あの神戸ので9.11であのデモ行ったんやけど、ちょっとなんか雰囲気違うんかなっていうか、下がってるんかなっていう、盛り下がってるなっていう感じだったから、なんか、ね。なんかでも昨日大阪でデモあったみたいですね。なんだっけ、逮捕されちゃった人がいるじゃないですか、この間の11時。なんかそれに抗議するデモがあったみたいですね。大阪なんですか？関西なんですか？娘がおるから、やっぱりその、
何て言うかな、ずっともっともっと悪なっていくような状況だといかんなと思って、やっぱりこの機会に何とかしたいなと思ってちょっとしたんやけど、うん、娘さんおいくつなんですか？今3歳なんですけど。3歳。はい、まだ小さいですね。もっと言ったらもっと自分の親ぐらいの時からどないかしてくれとったらよかったんやけど、ね、そんなん今言うてもしょうないし、うん、そうですね、これから生きる人が責任を持たないと。そう、デモは何時からですか？1時からやったと思うんやけど、1時か1時半か、お昼過ぎくらいからやったから。明治公園って明治神宮の辺ですか？よく分かってない。そうよ、神宮大苑じゃなくて神宮球場の近くです。ちょっと歩いて代々木公園とかなんかあったから、あそこかな。今ないんです。違う、明治公園。そっちでもありますよ、代々木でもあって、多分そっちの方が若い人が主催してて、で、あの明治公園の方は原水金の方かな。あ、2つあるの。なんかまあ、皆さん結構いいと思う。ぐらいにデモのルート分けてやるとか、これどこやの？私は明治公園です。明治公園、駅からちょっと離れてますね。外苑前から私は行く。盾持ってる。盾が一番。盾持ってないよ。最後結構言われてる。
ゴンは、お、あ、そう、あれか、一番の王子か。あ、そうか、アラゴンか。え、あの、髪の毛長い。じゃあ、あれはレゴ様。レゴ様。初めて聞いたその呼び方。めっちゃかっこいい。じゃあ、かっこいい。レゴじゃそうだ。あの剣だからね、一番強いやつだ。そうそう。なんか剣使う。最終的に王様になるやつだから。結婚する人。あ、そう。あれと結婚する人。ちょっとあのネタバレですが、あのエルフの。女の人と結婚。そうね、ちょっとわからん。エルフの女の人はわからない。そうそうそう。あのさ、アラゴル何歳だと思う？アラゴルってあれ？で、なんか一番強い。え、そう思うよね。てかもう、あの人50何歳なんだよ。マジで？え、マジで？あの時。やっちゃうなって思って。やっちゃうな。めっちゃ若く見えるけど、あれ50何歳なんだよ、あの時。30代でモテるよ。30代とかと思ったけど、50何歳なの。かっこいいやばっ。超かっこいい。超かっこいいよね。なんかブンブンするよね。するよね。あんな顔だった。みんなオサム先輩いいよ。死にもあるよ。何？何？アニメもあんの知ってる？知らないよ。アニメ僕なんか DVD 持ってんだけど、多分その一作で終わる。多分結構長いんだけど。まだ見てない。どんなの？なんか昔のアメリカの絵って感じ。そのね、あの、指輪物語っていうの。あ、そうそう。ね、あれ、あれ俺でも見たことない。おい、なんだよ。あれエルフが好きや。チャラララララ。え、バーティンスーさん。あれ、いいですよね、あれ。あの、キレスキンダンスが超かわいい。あの、なんだ、そんな。え、マリアントワネットとか見たこと。あ、見た。え、よかった、あれ。あの人が若い頃の話の出てた映画。あの子あれだよ、ジュマンジに出てるよ。びっくりした。マジで。ジュマンジで。妹マリー・アントワネットの、役の女優さんがジュマンジの、あのちっちゃい可愛い女の子、ね、そうなの。あ、そうだったんだ。そうだよ、知らなかった。あれ怖い。ジュマンジより超好きだった。一人で家でさ、お昼見ててさ、怖かった。ジュマンジちっちゃい、めっちゃ見た。怖いよ。え、ジュマンジ知らないの？もう何？なんかバージュスゴロクの。スゴロクで、スゴロクのゲームで、そうそうそう、その、なんかマスにいろいろあるんだけど、マスごとにいろいろ起こるんだけど、それが実際に起こるの、なんか。だから頭の上に、例えば、大量のアリが降ってくるとかなんか言ったとしたら、本当にアリが、めっちゃで、なんか、てかでかいなんか、昆虫がなんか、で、なんか、これ、このマスにあった人が猿になるって言ったら、そいつが猿になっちゃう。え？よく覚えてるよ、みたいな。最終的に頑張ってさ、なんか工事現場みたいなのをやったら。工事現場？ああ、そうそう。工事現場、最後は、ここで、家で。あ、そうだっけ？家で終わる。家で終わる？ああ。で、最後に誰か来ました。あれさ、第2弾あるよね。ザ・スーラでしょ。あ、まだ見てない。俺も見てない。クオリティガタ落ちじゃん。マジか。見てない、あれ。見てないけど、なんかだって映画あれでしょ。すげえポップな感じだよ。ガキ向けだった。そうそう、そんな感じの雰囲気だった。ジュマンジは面白かったな。ジュマンジ面白いよ。リングってやっぱり怖いよね。怖い。ジオンも怖い。ジオン俺
ちゃんと見たことない。昨日も見た。ストーリーとかわからんもん、怖すぎて。なんであの人が出てくるかとか知らんねん。怖すぎて、聞いたり聞いたり、いろいろ教えてくれたけど。うちは怖すぎて。話しすぎや。スターウォーズでさ、ET 出てくるよ。え、嘘。マジで。スターウォーズのエピソード1か2あたりで、うん、なんか、まあ、競技会みたいなので、今いろんな、セクターのいろんな惑星から集まったときに、なんとかかんとかだって、なんか、法案が聞け、かけたりしてたみたいな、うわーって。で、いろんなこうプラネットから来た、いろんな生物がいる中の一人の、なんか一つに、ET が3匹ぐらい、うわーっと。え、それ知らんな。探そう、探そう。さすが。それがスピルバーグ。スピルバーグ系ですね。やば。ET 系はやばい。バカだ。スターウォーズ。アニメも見てるよ。ね、僕も昨日言われた。全然知らなかったけど。なんだろうね。確かに。いや、あれ無事平気ですよ。たまに狭いな。でも平日しか出てなんかもできないんですよ。冬見られてたまに難しい。あ、これだけ。公園。見上げてました。いや、ぶっちゃけ言われなかった。後ろとこ。ターミネーターかね。マジかよ。こういうさ、ああいうさ、SF 大嫌い。めっちゃ面白い。いや、ターミネーターは面白い。ワンから見ないと。ところと。フォーだけ見てない。フォーか。このままでやってくか。今日は全然来ない。なんかね、オタクっぽいやつしてた。レパーズ、レパーズ。あー、いいね。トマトとね、モッツァレラチーズを描いて、いらっしゃいませ。めんつゆかけて、そうそうそう。レッドも食べてる。それやってますな。醤油、塩がうまかった。冷麺だったらいいんじゃない？ラーメンやばいでしょ、使ってるもので濃縮されまくる。いや、欲しかった。あ、やばいでしょ。やばいかな。やばいでしょ。え、どこがどこが、いろいろボロでしょ。食材で言ったらボロだよ。あ、本当だね、確かに。いや、だしの味で、ね、確かに。いろんな食材使ってる。でもラーメンって安いから大体少ないと思う。いや、安くないよ、最近。それなりだよ、なんか。最近だって結構みんなちゃんと作ってるよ。添加物入れてるけど。ラーメン食いたい。何も学ばない。どんのがいい。うどん。どんがいい。でも俺さ、あんまりさ、都内で美味しいうどん食ったことない。いや、そうか。香川なの。香川。ああ。全然そう。香川行こう。やばいじゃん。もう肉。ちょっと旅する。旅したらいいと思う。少ししたら旅する。車の免許持って、すやすい車なんで、チャリ乗っけて旅する。これを見てる人がいるよ。お前江戸時代だと真っ先に出る。うん、なんかそう、応募すればいいな。何でもしてますけど。今何人見てますか？小川さん、今何人見てますか？え、今何人ぐらい見てますか？今ね、55人。おー。そしたらじゃあ誰か
会話したよね。会話？何か質問がある人何でも言ってください。質問タグつけて、ロムダスしかない。開いてくれる。こんにちは。メンバーが皆さんと話したがってます。ああ。ありがとうございます。すいません。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。さあ、名古屋で高校生の時にでもやった時に、はい、富田さんって人覚えてる？高さん。そう、あった。その後なんかフェイスブックで友達になりました。富田さん？ご存知ですか？で、みんなのこともすごく心配してる。でも、ほら、少々か、みんながね、報道カメラマンなんだけれど、うん、みんなが行くところには行かない。僕は人が行かないところに取材行く。みんなのことをすごく心配してるんだけれど。富田さんなし。あ、富田さん、富田さんもすごい、富田さん違いですよ。あ、違う、高文さんじゃなくて。うん、違う、気を持って。あ、分かった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 。違った。報道カメラマン。ずっとね、震災からもう翌日からずっとね東北入ってて、でその後東北から今度は福島で、福島のもうそれこそすぐそばまで原発のすぐそばまで行かれて、南米の酪農家の人が7月になってからかな、避難されるまでずっとその人を追ってて、でそれが終わったらすぐで今度はチェルノブイルに行かれて、で今チェルノブイルから帰ってくるので、10月の昨日は何だったかな、拉致被害者の横田さんご夫妻の講演会を有してしまったんです。はい、なかなかどのメディアの人ももう拉致被害者の方がどのメディアの人もなかなか追ってくださらないので、でももうあと、もう疲れたでしょうね。迷い込んだね。そうですね。美味しいレシュラーして。ありがとうございます。いえいえ。ずっとね、来たいな来たいなと思いながら。ツイートしてくださってたんですよね。私は千葉なの。千葉だからね。なかなか、なかなか。千葉の街で。千葉市です。千葉市です。カンタ君の犬は、カンタ君よりも、うんととか言ってたな。でも、住所がいい。だけど、私の娘はね、22歳。一緒だね、じゃあ。一緒でしょ。でも、結局、気にはしてるのよ。で、気にはしてて、私はこうやって、例えば、9.11 も、ここに来てたんで、私は何かこう、東京にする用事は全部、デモなんかに合わせて出てきてる、だから、でも、なかなか娘はそこまでできないんだけれど、でもあの子はあの子なりに、そうは持ってこなかったんだけれど、私がデモの時に着る、核の花、テーマは核の花なんだけれど、そういう、こう、なんていうの、そう、デモ用のコスチュームを作ってくれて、今日入れてみたね。今日入れてあとみた。もうここまで来たらもう頑張ろうと思うんだろうけれど。タオルを投げてもらうこともね、だから
どうしようも体が、ね、続かないときには、それはその、別にね、うん、やっぱり10日間断食するってことが目的じゃないんで、無理せずやりたい。自分の体を見ながら、それも一つの勇気だと、どうしようとやめることも。お父さん嬉しい。来てもらえて嬉しい。私はね、実を言うともう60年だから、子供たちというと、お母さんがうんと若いお母さんだったら、私はもう、私のおばあちゃんだよね。でもね、25年前、テレビ部門の事故が起きたときにね、私がすごく仲良くいるじゃんというか、私に、私はその頃、長野の山の中で、知的障害者の共同農場みたいなところでスタッフとして働いてたんだけれど、そこをその、支援してくれ てた友達がいる。で、その友達がね、チェルノブイリの後に原発いらない党という党を作って、ずっと反核の運動をしてた人も。で、その原発いらない党というのを通って、ちょうどね、あの当日ね、ミニ政党っていうのがたくさん出てくる。ミニ政党だから今みたくさ、そうそうそう、本当にね、こう少しこう集まれば政党が作れてる。そのミニ政党がたくさん出てくる。原発いらない党というのを、私のその、友人が事務局長で、その奥さんが党首で作って活動した、選挙に出ようって言ってた。で、その時にね、私はそれでね、支援できなかったの。それまでずっとお世話になってきてた人なのに、その時に支援できなかった。で、ずっとそのことがね、やっぱり心残りだ。心に引っかかってた。で、心に引っかかってて、で、事故が起きたでしょ。で、でもね、気持ちをずっと、原発はいらないと思ってたんだけれど、やっぱりちょっと声を上げることができなかった。で、事故が起きて、で、その頃ちょうどその富田さんに知り合ったの。事故が起きる前、去年の10年ぐらいに知り合ったのね。で、この富田さんって人がすごい人なのっていうのは、クレのね、ツイッターで富田さんが全く会ったことがない。アメリカない。子供いるのに。あのさ、カップ麺やばくない？クソマジない？カップ麺なんかゲロッポとかまずい。めちゃめちゃまずい。カップヌードルがめっちゃまずい。日本以外の日本にはカップヌードルはないけど、向こう側のワクチンには使わないで、ワクチンっていう、絶対その捕虜になることは、ワクチンの捕虜になることはない、ワクチンを使ってるわけで、それを買うんだったらこっちが買いになると思ったけど、国にその緊急輸入して、あ、もしもし、してくださいという運動をずっとしてきた。あ、もしもし。で、で私たちの中にはすごくほら、日本の人っていうか、みんなさ、海外のその捕虜にはすごく関心を示すけれど、国内のそういったそのワクチンによって捕虜にならずに住んだのに捕虜にさせられた子供のことなんて誰も見てくれないじゃん。で、その時にその、ツイッターに上がったその捕虜の男の子の写真を見て、私は富田さんに噛みついた。なんでその外にばっかり目を向けて日本を見てくれないのかって噛みついた。
全然見ず知らずの人。そしたら富田さんがその当事者が嫌な思いをするんだったら、一応この写真は引っ込めます。でその時よく分かんなかったのはなぜね、だからいやじゃあそのねお話し合ってそれで引っ込めればいいのになと思ったら、なんと富田さんはその時ビルマのその紛争地帯のね前線からそのツイッターを上げてた。でそのそれがきっかけでその富田さんがそのツイッターで上げてくる写真をいろいろ見始めて、私がその25年間結局その支援を拒否したことによってずっと自分の目が内向きになってしまってたのを、その富田さんの活動が私をその私のなんていうのかな、目を開かせてくる。でそうこうしている時にその原発の事故が起きて、私は本当にその申し訳ないなってその友人にもう、でそれまでねもう結局私の方が拒否してるからもう20年近くその途絶えてたの。それがね分かんないものよね。ツイッターで出会ったの。チェルノブイリのね、なんかこうやっぱり支援活動をずっと続けてらっしゃる人で、突然ねツイッターでねそのね自分のねそのこう住んでいるところの、周りのその線量を毎日毎日上げ出したの。それで知り合って、知り合ってて再会して、で先月だったかな、先々月だったかな、友達には会えなかったけれど、奥さんが結局その今ほら原発を日本だけじゃなくて海外に輸出してるじゃない、でしようとしてる、しようとしてる、で、あれを何て言ったかな、アジアの人たちが、その核を反対するアジアの人たちが日本に集まったんだよね。でその時にちょうどやっぱり経産省の前で25年ぶりにその人に会えて仲直りができて、よかったですね。でもうだからね、私は結局辛いよ。だから結局こうやって車椅子でデモに出ること自体は本当だ。というのは私たちの目線というのはこれだけでしょ。でもデモに出ると一言になっちゃうと、もうみんな一人取り囲まれちゃうと、もうすごく強くなる。でももうその25年間黙ってた思いをもうこれ以上ね抑えちゃいけないなって、そう思って、それなのにね、だからあなたたちには本当に申し訳ない思い、本当に私たちがね、私たちがちゃんとしてこなかったのがいけないのに。私だって震災起きるまで原発の問題知ってて嫌だと思ってたけど、署名ぐらいしかやってなかったし、結局今回のきっかけがなかったら多分ずっとそのまま日常を送ってたので、まあこれからは一人一人みんなでなんとかしていきたいですね。はい、みんなで、これからね、今日はね、本当はとても出なかったんだけれど、お昼から、障害者の分の、障害の進行準備があって、それに出なくちゃいけないんだ。それが終わったら、ちょうどね、それが代々木である。だから終わったらね、デモに合流する。デモに合流して。頑張ってきます。サンタさんにちょっと質問があるんだけど、
あの絵を描かれた人はお友達なの？お友達。あの、どこの美大に行ってらっしゃるの？武蔵野。ああ。武蔵野出身で。建築の人だって、はい、建築家なんですけど、いろいろやってる、ね、めちゃめちゃ綺麗、本当に綺麗、いやもう本当に気持ちだけで、ね、はい、あの、あ、いい絵だ、いや、写真を撮ってから帰ります、帰りますというか、あの、行ってきます、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ってね、うん、カンタ君、ありがとうございます。どの手にやればいいのかな。あ、こっちやの？最終日ね、ゆうやのライブだよ。マジか。またじゃあ、どこかでね。サンキュー。これでないか。そうだね、この場合ついたらだっけ、これ安かったよね、これがすごい大きい、これが大きいね、一番原発なき町づくりを見据えた地域ビジョン検討会、まあ仮称の発足を始めたって、これがすごい、今まで30年近くの間でこういうのが一回もなかったから、これが一番大きいことだと思うし、これがないと町づくりはないと思う。そうだね、うん、やっぱ誰かが上からボンってやるだけじゃね、ダメだよね。そうそうそう。あと、これはちょっと寄付金頼みの町づくりはちょっと、それは町づくりと言えるのかどうかって思う、ね、まあ、今の状況だけどね、うん、とあれですね、上関原発の記事ですね。そうですね。ね、あの町長選がねあって、いつからあるんだっけ、もう始まった？明日かな。明日からか。明日から町長選。上関町の町長選ですね。うんうん。うん、毎日新聞の本日付の新聞。朝日です。あ、毎日毎日。あ、え？毎日。毎日新聞。28面。あ、毎日だ。ごめん。大丈夫？ごめん、本当だ。
毎日でした。はい。あの、大体どういうようなことが書かれてましたか？そうですね。ずっと推進の立場にいた町長さんが、うん、原発財源が期待できなくなると別の生き方を行き方を考えなくてはならないというふうに言ってるんですが、町の活性化にはその原発の交付金は必要というふうに言っていて、で大和さんは大和さんって岩井島から立った、立候補した人なんですけど、岩井島から、はい、で島民の会の代表 で、うん、でその人はここに書いてある原発が、町長選の争点ではない、町がどうやって生き延びていくかが問われているっていうふうに言ってますね。生き延びるってどういうことかな、いつか耐えるまだから持続的に続くにはどうするかが問われてるみたいな、うん、だからこのまま行ったら原発にだけ頼って本当に町が終わっちゃうよみたいなことだな。金ちゃんその町長その岩井島からの候補の方には会ったことがありますか？あ、あります、あります。まあ、大和さんは、まあ、僕が岩井島にいるから会うし、柏原さん、2回やってるのかな、この人は町長2期やってるのかな、確か 2期やってて結構長い間やってる方なんですけど、この人は僕が議会の傍聴に行った時に会ったぐらいなんですけど、そうです、そんぐらい顔はあった、見たことあります。喉が乾くというか、舌が乾く。じゃあ、金ちゃんは町長選、聞いてもいいのかな、誰を支持してますか？大和さんですね。大和さんに頑張ってほしいですね。本当に。まちづくりっていうのをちゃんと考えてくれてる人は大和さんだっていうことなんですかね。まず原発がなくなる。そう、まずはもうそう、原発がなくなる。一応じゃあその原発に関してはちょっとぼかした言い方をしてるっていうことなんですかね。柏原さんはそうですね、なんかやっぱ寄付金頼りだけど、ちょっとあんま言う人の前で言いたくない。あの言える範囲で大丈夫。そう。なるほど。まあなんか。金ちゃんにとっては自分の住む町でもあるし、日本の問題のもう一番こうなんか、そうですね、象徴的なところでもあるし、でも岩井島は1月から太陽光パネルを設置する運動を始めている、全エネルギー 100% プロジェクト、なんかそういうのも手伝ったりとかするんですか？いや、してないですね。これもちょっと、すごいんですが、あ、いろいろあ、僕は、生活には千葉なんですけど、でもやっぱりいろいろ難しい問題を抱えてるっていうことだよね。そうそう、まあ、もう本当一番必要なのが絶対これですよね。まちづくりを見据えた地域のビジョンの検討会って、本当、まちづくりって絶対町の人がやろうって思わなきゃ絶対できないことで、トップダウンでやっても絶対いい方向には進まないと思うんですよ。ね、だからみんなで
まちづくりをしていこうっていうふうに多分なっていかないと、結局はあのなんだろう、活力が多分なかなか見えてこないと、あのまあ僕も考えですけども、そうそうそう、それが一番大事だと思ってるから、それが本当すごい大きいなって、まあ、まず同じ、まあ、推進と反対で今まで分断されてしまっていて、で同じ席について喋るってことが今まで本当なかったんですよ。そういう場も持たれなかったし、でそういう場を持たれたっていうのが本当まちづくりの本当の一歩だと思ってる。あ、あそこに誰かが入ってます。今日さ、あの明治公園の世界集会で、はい、これの生命像を使っている場は、ありがとうございます。今日、今日は知ってるというか、この後、その後、感じてます。了解。ありがとうございます。そうあんまりっていう人が、あれまだ対立してる状態ではあるんですか。あ、ごめんなさい、なんかちょっと聞こえなかった。まあ、対話があんまりないっていうね。うん、そうですね。それをこうなんとか改善しようとしてる人たちはやっぱりいるんですね。うんうんうん、いますいますいます。そうですね、多分そういう人たちの働きかけでこういうことが多分あのできてきたんじゃないかなって思う。ありがとうございます。とりあえず凍結されたわけだからいい方向に、うん、そうですね、まずはその調査工事っていうのをやめてほしいですよね。本当ただの自然破壊にしかならないので。こんにちは。今日は明治公園でみんなの声明文配5000枚配ってくるんで、資料に織り込んだから、でも知らない年配の人がまだまだまだいっぱいいると思うから伝えてきます。もう本当ありがとう。いやいや、ごめんなんかいられなくて。いやいや、そんなことないです。めっちゃもう大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。体調崩したりしてないです。ありがとう。明日はちゃんと来るから。ありがとうございます。ね、すごい、僕ら以上に頑張ってるんじゃないかっていうぐらいなんかいろいろ頑張ってくれてます。本当、園亮太さんですね。そうですね、園くん。お金あると思うけど。ありがとうございます。どうも。すいません。いや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 、いらない、もう本当来てくれるだけで。大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫。眠いだけ。眠いだけ。頑張ってください。はい。あ、見ました。はい。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。なんかよかったら、あ、出身は東京なんですけど、一昨年ぐらいからずっと山口の方で、まあ、住んでいろいろ活動していて、そうですね。あ、本当ですか。先日も駒中監督とお会いしてちょっとお話しさせてもらったんですけど、うん、あ、そうですか、すごいあの映画でやっぱ勇気もらって、はい、もう本当住みたいなぐらいな思ってんで。あ、そうなんですか。へえ、すごい岩島に今いるんですって。へえ、ね、今これインターネットで有効集計してるんですけど。あ、そうなんですか。顔出しは大丈夫ですか。顔出し、大丈夫です。大丈夫です、多分大丈夫だと思います。はい、本当にあのなんかもう釜中監督とかね、ずっと前からそうやって活動されてるっていうので、すごい本当すごいことだなと思って。私、まあ事故の頃前からまあ、原発のことは興味あったんですけど、やっぱり何も行動してこなかったので、本当に、ね、すごくやっぱり、ちょっと正直、東京に住んでていいのかなぐらいには思ってるんですけど、なんか、頑張ってるって聞いて、本当に、
体調崩さないように。はい、ください。はい。はい。すいません。あそこに書いてってくれたら、絵でも何でもいいので。そう、あの棒叩いてくるから。あれ一応反則じゃないんや。反則じゃないんですよ。でもそのあくまでも僕がボールを持っていて、そのボールを持っているそのクロスっていうんですよ、そのボール。クロスを磨けて叩いた延長線で僕が当たってる分にはしょうがないけど。明らかにボール持ってないのに戦えたら、それはダメ。金ちゃんは、ファンストが終わったらまた岩井島に戻るんですか？うん、そうですね。ちょっと10月の初め頃までちょっとこっちの方で予定が入っているので、うん、その後ちょっと帰って、ちょっと島の人にちょっといろいろとこれからどうしていこうかなっていうのをちょっと、相談をしようと思ってます。相談ちょっとなんかいろいろやりたいことがあるんですけど、なんかこういう活動も必要だと思うし、でやっていかなきゃいけないと思ってるし、まあ、自分がちょっと日本中をちょっとなんかいろんな各地いろんな土地を見てみたいなっていうので、旅がしたいっていうのもあるし、外国だも行ってみたいし、なんかもういっぱいやりたいことあるんですけど、それをだけどもう岩井島ってもう本当学ぶことがものすごいたくさんあるなっていうふうに思ってて、いろいろ教えてもらいたいと思ってるので、そのことちょっとどうやってやっていこうかなっていうのをちょっと本当なんか尊敬できる人でアドバイスくれる人がたくさんいるので、ちょっと相談しようかなって感じ。いいですね。そうか、旅もね、いいですか ね、 ね、ちょっといろんな土地を見ることって結構大切かなと思って。はい、なんとかやってます。今まで金ちゃん住んだ場所は東京と岩井島。そうですね、はい、そのぐらい。あと京都にちょっといたけど、京都、うん、でもあんま動いてないので、そう本当一部の地域しかわからない。ちょりちゃんから行こう。うん、順番に選手来てくれてはるから。あ、向こうの、そうなってる。向こうの、あの店舗誰もおらへんらしいから借りるわ。ありがとうございます。どうぞ。テントに誰もいない。なんかお医者さんが来てくる。 ありがとうございます。わざわざ運んでもらって、ありがとうございます。そっか、じゃあ今日はみんな健康チェックを受けられるの？うん、今日そう、呼んでくれた方がいて、お医者さんは。ああ、よかったですね。そうそうそう、健康チェックをお医者さんに順番で、今しおりちゃんが最初で。どういう話していいか分かんない。大丈夫かな、しおりちゃん。あの向こうのテントに今日お医者様が来てくださってるそうです。神戸ででも参加して1人ぐらい変にもらんかったもんな。1万人そういうところで。今回、東京に来ても全く写真を撮り忘れていました。撮りましょうか。今は撮ってください。あ、そうかそうか、それでやめてんのね。なしのものもあるんだけど、そういう塩分は取らないとどうしようもない、うん、とりわけこのように暑い時にはね、塩分はどんどんその汗やなんかで出ていっちゃうし、おしっこなんかからも出ていっちゃうから、はい、塩分だけはちゃんと。1日どれぐらい取ったらいいんですかね。
今みたいな暑い時だったら12グラムか14グラムぐらい取らないと、はい、足りなくなると思う、はい、で塩分が足りなくなってくるとなんとなくぼやっとしてきちゃう。やっぱりちょっと今塩分足りないかも。朝からずっとちょっと眠くて、うん、それはね、もう一つはね、一般に僕も糖尿病だからよくわかるんだけど、あー、なるほど。そうか、でも今なんかあれだよね、ちょうど集会をしてて、そうそうそう、なんか福島から逃げてきた方の、講演会っていうか、初めて瞬間からさん、空はもう流れの人生まで来たんで、やっとその自分後で流れじゃなくてだけじゃなくて、帰りは心も追いついてきたという、やっとこう、ありがとうございます。今までの体がさ、おかましい、フォローでも、ランサンでも、家でも、ナオヤでも、何が変わったのか。だいぶ溶けたね。やっぱりこっちの方がちょっとサーブが溶けた。これから行くのにはもう、ユニクラとかに行って、多くして、アメリカのオーダーの、インディアの人が、ずっと歩いてた。何日目だっけ？ 9日目か。何もない大臣もずっとある。何も差し入れができないのが辛いよね。山口県から何もいらないんちゃう。こんだけで十分かな。目の子は見とる。私がどんどん出てくるから。みんな差し入れ引くから。っていう人とか、そういうのを考えて。やばい、思ってるよ。いや、本当だ。全然、ここは、ちょっと普通なんか、こうやってることって。なんか寝るとガンジーだ。寝るとガンジー。でもそれとかどうだな。選んでたよね。で、どうだったの？自分の中にもそういう。大地だったり、空だったり、海とかも、川もあって、流れも一番いいし、じゃあ、あった、あった。その後の反省もなくなりました。よかった、ペッタンコ？なんか平らだと思う。うわ、すごい。急にはあれだから。塩で塩もがないとわかんないよね。前の写真がないの。前の写真なんか撮った、撮った。あかりちゃんが持ってるな。あかりちゃんが持ってる。体重測ってみて、計算してみて。3日目で6キロ。ありがとう。足が細くなった、めっちゃなんか。めっちゃ細い。細っ！おじいちゃん！おじいさんが見かけた。細くなった。いや、なんか足が一番落ちていくの分かりますね。分かるんだね。それが26です。それは申し入れとあと必要。いや、なんか感じる、落ちたっていう。ずっと座ってるから筋肉落ちる。入院してたらさ、筋肉、お尻の筋肉が入院してたら動かないから。だからちょっとリハビリ。ただ私だけなら一応領域は名古屋まで正式に渡すとなると、そう？でもただ渡すだけなんで、ただ渡すだけだと、中で
1、2、3、あ、これ違うことになって、あ、トイレかも。あ、今ね、お医者さんが来てくれて、あ、ほんと向こうのテントでちょっと、検診受けてる。あ、でもそれも心配しててさ。あ、本当に、ありがとうございます。前の時もなんか途中でお医者さんが出動したじゃん。そうやっぱり見てもらわないと、ね、ここね、あんまり通らない。どうしたら入ってる。まだ休みが結構多かった。あんまじゃあ接触はない。そう。結構この界隈が有名な有名な人だね。昨日キララさんが来た。あ、来ました。なんかキララさんがここら辺歩いてたら、若い人のあの座り込みはこっちですって言われたのが嬉しかったんで。7分しか喋る時間ないのにさ、集会でそんな話してるから、そんな余計なこと言わんと早く喋れね。嬉しかったらしい。昨日若者に見なされたって。昨日から。昨日集会があったんでしたっけ？昨日なんか反原発運動全国交流集会があって、そこにちょっと出れそうだから行って、現地の話が聞けたから、で行ったら木原さんが司会してた。あ、木原さん。木原さんと水田さんが来てるね。あ、水田さんさっき来ましたよ。あ、ほんと？うん。で、水田さん今ね、多分会議してると思う。配ってきてもいいですか？ああ、もちろんもちろん。わあ、すごいすごいすごい。じゃあ、後でどっかで配ってきます。わあ、すごい。はい。昨日勝手に作ったチラシが文字ばっかりで、上の高で配ったんですけど、やっぱりこうハンガーストライキってボーンと出ちゃってて、誰もそれだけで見てくれないの。やっぱり4人の表情がこうやって乗ってる方がすごい親しみやすいかなと思って勝手に作っちゃって電報に乗ってるサイトです。そうですね、ここの公式のサイトに乗ってるやつです。あ、でもすごい。やっぱりこの4人の表情がすごいいいので、そうなんですね、はい。やっぱこの彼らと話をしてほしいなと思って、それでやっぱりこの人に触れてほしいという意味でこういう可愛い写真した方がみんな来てくれるかなと思って。写真に来ないとわからない。音楽なりそう。音楽なりというか、川崎の南フィールド写真。そうですね、ホームページ、そう、声明文とかもすごいきちんとしたものが載ってるんですけど、それだけじゃない。そうなんですね。そう、ちょっと言語化するの難しい。書いてある。なんかそういういいものがここにはあると。あ、英語の公式サイトで、この多分メンバーの手伝いされてる方が、友達ですよね。私ゆいきさんとね、わからないけど、皆さん英語堪能ですからね。これを英語で読んだりするとまたこうグッとくるものがあるんですよ。ありがとうございます。日本語の音楽もちょうどいい感じ。こちらの声明文、これを今日はあれですか、明治公園で、どうしようかなと思ってるんですけどね。なるべく地元に興味ない人とかにも見てほしくて、昨日は本当に街中でただ電気屋さん取り掛かってる人とかちょっと配ってみたんですよね。で、やっぱり30枚ぐらい一生懸命配ろうと思ってもそのうち5枚ぐらいとかしか受け取ってくれないんですけど、もう中学生ぐらいの女の子に配ってみたら、いきなり真剣に食いついて読み始めて、やっぱり多分若い方が表現できないけど何か感じてることっていうのが、彼らに触れることとか彼らの言葉に触れることで考え始めるかなっていうのがあって、ぜひ中学生とか高校生とか大学生とか若い人にここを訪れてほしいですね。そうですね、そんなわけでちょっと人混みの、なんか人通りが多いところだったら、自ら
また同じ主張ってきてくれたものなんですよね。そうですね。これは勝手にコピペしたのが受けが良くなかったんで、ちょっと可愛くしてみようかなと思って、自発的にやりましたね。すごい素敵。楽しいですね。そう。でも自分でこういうの思いついたんだけどって言って、こうやって協力してくれる人はもう大1ヶ月ですよね、この活動は。なので見てる方で、みんなにこの活動してもらうためにアイデアがあるって方どんどん、昔走ったり行ってくれても線路途中で途切れてて、なんか連絡してくれたりとか、勝手にやり始めちゃったり、更新してるのかな、やった後に遊びに来るぐらいの感じで、ね、いいと思うんですよね。僕も勝手に彼らともともと知り合いでもないし、たまたま通りかかったら面白い奴らがいるって言うんで、でうちの家族が勝手にユーストし始めて、僕は面白いんで暇だったら来てギター弾いて話して面白くて、で彼らだけじゃなくてなんとなくこう集ってくると知り合いになって話してセッションしてっていうだけなんで、なんか勝手にやって後でこんなことやったよとか、ちょっとツイッターでつぶやくだけでもいいし、本当にもうみんなの力で成り立ってますよね。ゆるい感じで、ゆるい感じで、ゆるいけどメッセージは真剣です。そうなんですよね。そうです。そうか、じゃあちょっとこれを持ってくる人楽しみに待っています。そうですね、はい、これもし家のプリンターで刷ったんで部数がないので、もし、ね、受け取ってくれた人はコピーでもして、さらにコピーして配ってくれても全然構わないので、アナログな拡散って感じ。そうです、人力です。じゃあ後で行ってきます。はい、ありがとうございます。震災の前も桜島が爆発して、あんまり無理しないで、今から お医者さんが来てくれて、なんかちょっと健康診断をして、連れてってきます。すぐ帰って5分ぐらいで帰ってきます。ベベちゃん、ベベちゃん、ご自分でですね、はい、おかしいなっていうのを思うようなことがありますか、体について。あ、すみません、岡本です。あ、岡本か、はい、はい、ちょっと多分貧血気味だなっていうふうに感じるのと、まあ、だからちょっと立つ時にちょっと立ちくらみがあるんですけど、はい、はい、皆さんまあ正直にバッテリーがなくなってた時共通だね。そうですね、それは。でまあ、塩と水で、はい、ずっと、この9日やってきて、はい、で前回僕は10日間やったことがあるんですけども、はいはい、ま、前回よりなんか楽だなっていうふうに感じているので、まあ立ちくらみっていうのは皆さん共通なことで、はい、やっぱり長期にわたって、
ハンガーストライキやってるとね、皆さん同様のことを訴えるよね。あ、そうなんですか。はい、で、それはあの血圧がだんだん下がってくる、ね、それから、どうしても塩分が体外に出てきちゃうから、おしっこやそれから汗で、はい、ね、だからそういうこともある。塩ちょっと多めに取った方がいい。あ、そうですね。塩はね、1日にね、12から14グラム取った方がいい。まあ、普通人間、あの日本人の現在の塩、はい、塩じゃないや、その塩分摂取量の平均というのは12ぐらいなんです。できれば8グラム、あの10グラム以下にしろっていうのがあの指導なんだけど、はい、そういうふうにはならなくて、日本人はさあのお塩を取るのどうしても多めなんですよ、ね。ああ、そうなんですか。はいはい。だからそれよりかもさらに多くしないと、実際には、うん、ね、はい、うん、あの相当こういう場所も場所ですから、はい、発汗が多くて暑いからね、はい。だからそれは少し多めに取ってください。小さじ1杯ぐらい。うん。すりきり小さじ1杯ぐらい。あのお塩でね、実際はあの補給されないものにカリウムっていうのがあるんですね、はい、カリウムがだんだん体内から少なくなってくると力が入らなくて、力入らないだからお腹が空いて、血糖があの血液中の糖分が少なくなってくるっていうことによるものもあるんだけど、はい、ね、それだけじゃなくてそういうカリウムが足りなくなってくるっていうことによることもある、うん、でだからポカリスエットっていうのはまあ糖が入ってるからできれば避けたいっていうことはあるかもしれないけれども、いいのはそういうものも含めて含有してるんだよね。どうしても必要だっていうんだったら、はい、そうだな。今日も持ってきてやることは持ってきてんだけど、はい、あのあのいや今日あれでね、あの置いてってんの、点滴用のあれでね、そういうものも、まあ場合ですが、もうあれだったら飲んでください。ちょっと個人的な健康状態のことなので、レストは休憩します。